チャオ、あっちゃんです。今日の、あっちゃんのコントレックスチャレンジ、今日で5日、6日目。はい。残すところ、明日1日、今日明日2日だけやねんけどもね。これね、朝からも飲んじゃって、昨日もね、半分ぐらい飲んじゃって、朝からまた飲んで、ね、1日1本じゃなく、1本半ぐらい飲むようになってきた。まあ子供も飲むからね、一緒に今飲んでるんで、ちょっと増えてきたんで、量は増えてきてんけどもね。これまずね、この子見覚えあるでしょ、朝ごはん動画でコーヒー飲んでた子。そう、朝ごはんね、コーヒーでコントレックスやったけど、朝ごはんの時にね、味伝えるの忘れててん。うん。で、味はね、ほんまにね、コントレックスの効果なんか、沸かした効果なんか知らんねんけども、すっきりと、苦味もいい感じの苦味、香りもコーヒーの香りが立って、美味しかった。まあ、あちゃんち香水やから、あんま分からへんねんけどもね、差が。だから他の、結構ね、香水買ってきて、コーヒー入れたら美味しいよってよく聞くねんけどもね。だから、あなちゃんちそれ分からへんから、いろんなミネラルウォーターで作ってもね、味が分からへん。井戸水で十分なんでさっちゃんとこ。だからあれだけど、飲みましょう。そういうのみんな好きですか？全然問題ないねんけど、飲みにくいっていう人いてるでしょ？飲みにくい人ね。カルピス。あちゃん、まあ、ブドウやねんけど。カルピス割ったいね、こんな。いや、こんなだからどれぐらい？こんなもんかな。こんな感じね。あ、もう全然気にならへん。甘いし美味しいよ。うん、カルピス割ってください。普通飲みやすい、うん。甘いのが嫌やって言うんだったら、なんかないかな。水割って飲もう。ほんまもコーヒー、なんていうのかな、ポーションで5倍に薄めてくださいのコーヒーとか、要は水で薄めてくださいシリーズに使えばいいんや、多分ホントレックスね。はい、だからね、飲めへん、まあ、要は飲む、そのまま飲めっていうね、もし靴やったらね、そのまま飲む靴やったらもう何かに加工したらいいね。だから水を使って作るものに使って、カルピス作るとかね、本当ね、カップ麺にするとか、体にいいことしてるのか悪いことしてるのか分からへんけどね、カップ麺のお湯をコントレックスに変えるとか、まあ、いろいろやってみたらいかがでしょうか。うん、ね、普通に美味しいです。うん、てかもうごまかされてますカルピスに。ということで、ね、朝からね結構ね飲んだんよ。コップ一杯飲んで、コップ一杯飲んで朝起きてやるね。でその後コップ半分ぐらいで薬飲んで、で、コーヒーを飲んで、コーヒーカップ一杯分ぐらい飲んで、で、今またこのグラスにちょっとついた分飲んで、カルピスと一緒飲んで、まだ、飲んでおります。はい。ということでね、うん、まあ、今日一日かけて1本半ぐらい飲んでいこうかなと思ったりもしてんだけどね。うん、そんな感じで、あっちゃんコントレックスチャレンジ、残すところ、あと今日、明日で終わりです。はい。で、今日もね、コントレックス飲んで、朝ごはん食べて、もうそろそろね、お腹が動く頃やねんね。で、またちょっとトイレ行ってきてって感じですね。お肌の方はね、全然何もわからない。で、口内炎のようなところ、多分寒暖やと思うんでね。治った。昨日痛い痛いってところ、治って、もう全然問題ないです。うん。多分なんか食べた時に寒暖やもんね。だから寝てる時よう噛むね、あっちゃん。朝起きたらなんか痛いなと思ったら、ベロ噛んだまんま起きて、イレイレイレイと思って起きたら、自分で自分のベロ噛んで、その痛さで起きることってあんねんね。だから、そんなこんなでね、もうテレビやかましいな、ギャ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 。はい、あれ、足つぼマットの上で縄跳びしてんねん。で、痛い痛い言うてんねん。もうそんなんどうでもええわ。はい。ケーブルテレビ、そんなしょうもない番組やっております。はい。まあそんなこんなでね、コントレックス、体にいいんでね。でも合う合わへんあるから何とも言えへんねんけども、合わへん言う人も多分ね、要は水やから体の中に吸収するもんやから、合う合わへんとかじゃなく、体の毒素を出す時っていうのは体から拒絶反応を起こすから、その習慣があるのかも分からへん。だからもし拒絶反応あってもね、ちょっと1週間2週間続けて体に合わすっていうのもありやと思う。でもあんまり合わへんかったらね、やめるっていうのも手やと思うんで、そこも自己判断でやってみてください。ただ、継続するにはね、初日2日でちょっと体調変わったからって言って、ちょっと悪いもんやって認識してやめるっていうのもちょっとね、どうかと思うんでね、ほんまできたらね、1週間、2週間、みたいな、なんか、ニキビできたのかな、吹き出物ができたのかな、あっちゃんもやっぱこれ、コントレックスかな、いや、吹き出物じゃない。うん、分からへん。痛い。ちょっと待って。別に、
肌ツヤいいよねと思う、あっちゃん自分でも、うん、でも、うん、お腹もねスベスベしてるのはスベスベしてるし、うん、でまたね明日でコントレックスチャレンジが終わるんで、明後日から何かまた体にいいことを体にいいことっていうか、なんかまあ長期チャレンジもやっていきたいなと思うしね、なんかまたあったらコメントください。でなんだあれなんだこんなんあり、あんまお金かかんないとダメよ、お金ないからねでこんなんどうみたいなもんね、あったら教えてください。なっちゃん面白いの見つかったらそれやりたいと思います。とりあえず今考えてるのはコントレックスでデトックスウォーター作ろうかなと思って、うん、そんなんも面白いかなと思ってやってみたいと思います。ではまたね、バイバイ。明日ラスト、です。では ラストコントレックスウォーターの日の動画でまたお会いしましょう。またね、あだけじゃなく他の動画も上げてるんで見てください。あ、一応言うとこ、チャンネル登録もお願いします。この辺じゃない、こっちか、この辺ぐらいにチャンネル登録ボタンでやってください。はい、よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。